おはようございます。うわー、なんだこれ。何、どういうこと。え、本当に合ってる。合ってる合ってる。やば、気をつけてね。はい、今は鹿児島県の大隅町のあたりにおります。はい、前回はまだ宮崎にいたのか。だいぶ移動してきまして、もう鹿児島です。で、今日の目標はまず本土の最南端、最南端に行きます。最南端の佐多岬に行きます。はい、いや、最南端だよ。最南端ね、本土最南端。本土最北端はね、去年の夏頃か、約1年前ぐらいに北海道に行って、やっと最南端に来たよ。来ちゃった。なので最南端に行って証明書をもらって、で最終的な今日の目標は今いる大隅半島から反対側の薩摩半島の方に渡るのが最終目標です。はい、そんな感じで。はい、まあ、それ以外にもちょこちょこ寄り道しながらね、行きましょう。山道で精一杯です。山道すごい、大丈夫これ。This world is small, but full of things that we will never know. Answers to questions.狭い道を通って、朝からこまめをフル活用して、フル活用、フル稼働、活用毎日してる。フル稼働させて山を登ってきて、すごいね、結構見えるらしいよ。すごいよ。おお、高っ。いや、高いな。おお、高っ。ちゃんと展望台みたいになってるね。なんか飛び出てるよ。うわ、本当だ。本当だね。気持ちいい風が。まだ朝だからか涼しいね。うおお、パノラマだ。うおお、すごいね、高っ。すごい綺麗な形してるね。あそこにうっすら見えるのが開聞岳、別名薩摩富士。そして右奥に見えるのが、これが桜島。これが桜島だ。おお、でかいね。今日そっちの方まで行くんだもんね。さあ、今度はいよいよ最南端へ向かいます。はい、佐多岬。佐多岬見えるかな。何も見えない。あ、もう見えないか。端っこへ行きます。
and a life worth all the pain. I hope love is a friend and death is just a souvenir. めっちゃ綺麗だね。綺麗。そう。上海と同じところ。すごいね。すごい、めっちゃ端っこだ。気持ちいい、紫外線強い気がする。強いかも。でも海が見えるとかじゃないんだね、ここ。ここはね、多分もう100メートル行ったらまた駐車場があるから、あ、そっちから見えるのかな。もうちょっと行ったら岬の展望台がある。あ、じゃあ記念写真撮って、うん、展望台にでも行く。展望台にも行ってみよう。あとね、証明書もらわないとだからね。あ、そうだそうだ。よし、行こう。なんだ、本当に。次。すぐだったね。ここも見えるよ、展望台。あ、右にも展望台みたいなのあるね。すごいね、こんな整った場所があるんだね。現在地。あ、岬っぽいね。そっちも行こう。灯台が見えるのかな。あ、灯台あるの。岬灯台が見える、見えないのかどうだろう。これすごいね。これすごいね。沖縄にあった木じゃん。ガジュマル、うん、めっちゃでかい。すごいね。あ、でかい。でかさわかる。なんか新しいのかな、ここ。綺麗だよね。綺麗だよね。おお、青いね、海。青いわ。青い、綺麗。あ、灯台見えるね。本土最南端の灯台。目標一つ達成しま…失礼しました。じゃーん、最南端証明書。ついにやった。佐田岬ってちゃんと書いてるよ、裏もね。本土の4極の4枚を合わせると1枚の証明書になるやつね。もうお家に置いてきたんだよね、2枚置いてきた。最北端と最東端で、これで3つ目なので、あと1箇所だけだね、うん。
次が最西端だね。最西端、それはどこだっけ。長崎です。長崎、まあ、近々行きますよ。近々ね、もうちょっとです。行きますよ。これ4枚合わせるのもね、集めるのも、ね、日本一周の一つの目標というか、どうせ回るなら集めたいと思って集めてるんで、うん、なんかね、証明になるもの。そうそう、しかもこれ無料だからね。有料のもあったけど、うん、無料のやつを集めてるんで。じゃあ今日の最終目標はまだまだあるんで、はい、まだね、今度反対側に。とりあえずお昼だね。昼に向かうよ。行きます。昼ご飯、こっちはタルミズブランドの姫甘エビ、シラスと姫甘エビの、そう、姫甘エビとシラス、美味しそう。なんか小鉢と味噌汁セットだって言ってたね。全部に作って。こっちがブリカンパチ食べ比べ丼。めっちゃ美味しそうだね。めっちゃ美味しそうだね。なんか洋食天国なんだっけ、うん、洋食が盛んなんだっけ、うん、見たい見たい。ちょっとお腹飲みして。美味しい？柔らかいわ。へー、あ、いいね。食べやすいけど3切れしかない。あー、貴重な。貴重だぞ。うん、あ、しらす美味しいね。うん、移動してきて、この後ろもすごくない？これ本物？本物の石？そりゃそうか。このさ、下がすごくない？火山灰だよね。ジャリジャリしてる。うわー、本物だ。展望所ご案内があるよ。桜島爆発時には噴石の恐れがあります。怖っ。現在地が左下で、東屋あたりまで行く。うん、一番手前の行こうか。うん、到着。到着。階段疲れた。食後の運動だね。すげえ。すごいね、真正面に見えるね。ねえ。いや、でも休みしてから、うん、帰ろうか。そうね、まあ、今日結構予定詰め詰めだから。そうね、ちょっと慌ただしいから、このぐらいにして、うん、写真撮って移動しよう。はい、そうしましょう。今度はこんな暑いのに足湯しに来たっていうね。なんかめちゃくちゃ長いらしいよ、足湯エリアが、うん、あ、そっちもあるのか。こっちもあるし、どっちにしよう。こっちもある。とりあえず海行かない？はいよ。こっちは海見ながら入る足湯って感じだね。
近いんだね。あ、これ薩摩半島側。あ、近っ。近いね。こんな近いんだ。ねえ、今日ね、薩摩半島側に行くのにフェリーを使うんだよね。行っちゃうよ、フェリー。車でぐるっと回ると結構遠いから、フェリーが意外とね、そんなに高くなく、さっと15分ぐらいで渡れるみたいだから、ここから行くのか、その辺りからずっと行って、あっち側へこの後移動。じゃあ足湯にパッと入ってきますか。汗かくかね。足湯入った後なら涼しいんじゃない。一回ちょっと熱くなる。広い。涼しいね。一番上を。ああ、オープンデッキ行ってみる？おお。やっぱ一番暑い。移動中はこの麦茶を飲みながら。夏の味だね。なんか夏だよ今日。暑いよね。暑い。お、いいね、 CM 来るよ。夏はこれで決まり。ミネラル麦茶。
今日の目標であった、うん、薩摩半島へ上陸いたしました、移動してきた無事。今日一日で結構移動したね。そした運転お疲れ様です。お疲れ様でした。次はね、うん、鹿児島の薩摩半島の方を、あ、そうだね、うん、巡ろうと思いますので、はい、はい、楽しみだね。はい、ではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。